にちは、獣医師の稲垣です。今回は猫ちゃんのブラッシングについてお話ししようと思います。今回は、私が自宅で飼っているくーちゃんのブラッシングをしていきたいと思います。くーちゃんはもともと保護猫ちゃんで、生猫でうちに来て、もうすぐ12歳になります。くーちゃんのような長毛種の、猫ちゃんだと、短毛種の猫ちゃんよりも毛玉になりやすいので、日頃のブラッシングがとても大事です。短毛種の猫ちゃんでも高齢になったり、自分でブラッシングができない子だったりすると、毛玉や、もつれができてしまうので、短毛種の子でも自宅でブラッシングをこまめに仕上げてくださいね。まず猫ちゃんのブラッシングで、うちの病院で使っているものなんですけれども、こういった櫛ですね、コームと呼ばれるタイプのものと、あとはこういったスリッカーですね、量販店でも売ってるスリッカーブラシ、こういったラバーブラシもあります。これは表面の毛を整えたりするときに使いますね。あとは短毛種の子とかはこういったブラシでもいいかもしれません。長毛種だとこれでは毛玉とかもつれはちょっと取るのは難しいですね。でまずブラッシング のコツなんですけれども、嫌がられないっていうのが一番大事なので、猫ちゃんの嫌がらない場所から始めるっていうのがとても大事です。スリッカーブラシをまず最初に使ってもらって、軽くゆっくりこう好きな場所から撫でていきましょう。撫でるような感覚ですね。そしてコツとしては、毛並みに沿ってやってあげるのがコツです。こんな感じでこれリラックスしてる時とかにやってあげるといいかもしれないですね。背中は嫌がる子が少ないと思うので、まずは背中から首周りとか背中ら辺を初めにやるといいかもしれないですね。ここだね。長毛種の猫ちゃんだと、こう内側の毛がよくもつれちゃうんですね。毎日こうブラシかけてても、こういう風なすぐ首の下とかがこうもつれてしまって、こういうちっちゃな毛玉がこう最初にできてきます。この小さな毛玉のうちから、もうこの毛玉を処理していくといいですね。この顎の下とかよくお水がこうついたりしてよくうちの子はできちゃうんですけど、こういうところまず取っていきましょう。まだこう皮膚からかなり遠い位置でこういうもつれができているので、ブラシで溶かしていきますよ。やだ。で今みたいに嫌がってしまった時は、無理してブラシで全部溶かさなくてもいいので、ハサミで切っていきます。で必ず自分のこう手で皮膚を守ってあげて、縦にハサミを入れていきます。でこの上でブラシを優しくかけていく。そうすると取れますからね。こんな感じ。くーちゃんいないね。こんな感じですね。毛玉はもう小さいうちから取っていきましょう。こうもつれてきたらもうそこがすぐ毛玉になっちゃうので、長毛種の子は特にこまめにやってあげるのがいいですね。じゃあお腹側もやっていきます。お腹側すごく大事ですからね。リラックスした状態で一度に全部できなくてもいいですからね。軽くかけていきましょうね。
本当長毛の子はねすごく毛玉になって、本当に全身スーツ着るようなひどい状態になってしまう子も多いのでね、やってあげるといいですね。で、得てして毛玉になりやすいのは春先とね秋口ですね。ガガッと毛玉になるので、もうその時期はよく注意してですね、その毛玉になる前の季節からちょこちょことブラッシングされた方がいいですね。あまりにひどい毛玉になってしまって、うちの病院でも全身ね短くバリカンでカットする猫ちゃんもいます。そのバリカンでねカットするときは猫ちゃんおとなしくさせてくれないことがほとんどなので、そういう毛玉になってしまう猫ちゃんはねなかなかおとなしくバリカンもかけさせてくれないので、血液検査をしてね腎臓肝臓とか問題ないことを確かめてから全身麻酔科でね毛玉のねケアをしたりもします。でも本当ならばね毛玉のケアのためだけにね全身麻酔をかけるっていうのは結構な負担だと思うので、本当にね毎日のもう小さなケアがねそういった負担をなくしてくれますので、長毛種のね猫ちゃんを飼った方はですね必ずブラッシングをねしてあげるようにしましょう。あとはね毛玉を見つけるっていうのもすごく大事です。小さなうちに処理してあげる。でお家で自宅でね毛玉の処理ができないっていう方は小さな毛玉のうちに動物病院に来ていただいて毛玉取ってくださいっていうと、小さな毛玉だったら診察室のね中で飼い主さんが持っている状態で切ったりねブラシをかけたりできるので、小さなうちに相談するっていうことがすごく大事ですね。本当にね毎年毛玉のね全身麻酔をかけて処理してる子を見るとちょっと心がねやっぱ痛くなったりもするので、なかなかねお家でできないっていうこともあるんだとは思うんですけども、まあ長毛のね猫ちゃんはブラッシングがね本当に必要なので、頑張ってねやってみてくださいね。脇の下がね毛玉になりやすいので、脇の下の毛玉の処理もすごく大事です。くっちゃんはね毛玉になってないですけども、もつれやすいのでここもブラッシング大事ですね。無理しないでね軽くやってあげると嫌がらないですからね。猫だねくっちゃん。お腹側ね嫌がる子多いですよね。もうこれが毛玉になっちゃったりするともっと嫌がるようになっちゃいますからね。ほんとまだもつれているだけの状態の時にやるのがやっぱり一番ですね。定期的なブラッシングをするメリットはですね、まず毛球症の予防ですね。やっぱりブラッシングをするとこういらない毛がねどんどんなくなっていくので、自分で舐めて飲み込んで毛玉をね吐く頻度が減ったりします。あと消化管にね毛玉がこう詰まってしまったり滞りがね悪くなったりとか、あとはうんちの出が悪くなったりとかね食欲不振とか吐き気とかにもつながりますので、こういったね毛玉のケアブラッシングはすごく大事です。あとはですねやっぱり毛玉ができると皮膚が引っ張られて皮膚がね痛くなっちゃうんですね。なのでそういった皮膚の痛みですね、ストレスの軽減にもなります。あとは毎日のブラッシングを習慣化することで猫ちゃんのね体調の変化とかあとは異常とかにもね気づけるようになりますので、ブラッシングをねこまめにやってあげることはすごくいいことですね。もう日課みたいになるといいですよね。ブラッシングの頻度なんですけれども、長毛の猫ちゃんの場合は毎日ねできるのが一番ですね。ちょっとでもいいので少しずつブラッシングをね日課にしていくといいですね。で短毛種の猫ちゃんの場合はそれほど必要ありませんので、そうね2日に1回とか、週に 3,4 回できるといいんじゃないでしょうか。
まあね、せめて週に1回でもねブラシかけられたらいいですね。基本やっぱりスリッカーを使うことが多いですね。で、尻尾とか嫌がるところも、まあ、無理はしないでですね、できる範囲でいいので、毛玉を見つけるっていう意味でもブラッシングはいいですね。もう本当に小さなうちから処理してあげるのが一番です。仕上げにね、こういうコームでね、溶かしていきます。こんな感じで綺麗にブラッシングできました。よかったね、くっちゃん。ブラシもね、かける頻度が頻繁になっていくとだんだん慣れていくと思いますので、今嫌がる子もね、できるところから始めていって、徐々にね、慣れていって前進できるようになるといいですね。食べてくだされ、ね、お腹にしてるなんかお言葉をありがたよ。すげえ、今絶対良きに計らえって言った今。にゃむにゃむって言ってたね。くうさまー、くうさまー。